お出ましだよ。とんだ三文芝居だな。
夢が叶うたびに一つ欠ける、二つ欠ける、石ころが夢の大事な主の狼藉も。いや、誰が言ったんだったか。本気披露様も、見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。
かしいな。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪魔の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。しき光よ。会いに来てくれますか？